大阪維新の会、日本維新の会代表の松井です。維新政治塾、これまで、4度の政治塾を、開催をし、今回5回目の政治塾です。ぜひ我々と一緒に、今この人口減少、超高齢化社会、持続可能な、日本、そしてそれぞれの、自治体、地域を、これを作っていくためにはやっぱり覚悟を持って、政治に参画する人たちが、必要です。また政治家を選ぶときも、誰を選んだらいいのか、よりマシな政治家は、どういう意識で仕事をしている人なのか、そういうところを、有名な、名前の売れた、経験豊富な講師の皆さんとから、皆さん方、勉強をしていただきたいと思いますので、ぜひ振るってご参加いただきますようよろしくお願いします。